はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めたいけども腹筋が苦手っていう方におすすめなゆりかご腹筋を紹介しようと思います。まあ、お腹を引っ込めるポイントなんですけども、姿勢がすごく大事です。例えばですけど、普通の腹筋やりすぎて猫背になってしまうとお腹っていうのは出てしまうし、逆に胸を張りすぎてお腹の力が抜けてもお腹を出した状態になってしまいます。なので腹筋背筋、これを両方やることがポイントです。なので今回ゆりかご腹筋、そしてゆりかご背筋、この両方をねご紹介します。これしっかりね、1日たった20回、各10回ずつです。なので20秒で終わります。これを毎日ねやってもらうだけでも、まあ、全然お腹の引っ込み具合が変わってきますんで、1週間ぐらいをね目安に毎日やってもらえたらと思います。もしチャンネル登録してない方は、よかったら説明欄からよろしくお願いします。ではやっていきます。はい、まずですね、腹筋が苦手な方、よくあるのが、背中がまっすぐなって、こういう感じでね、起き上がれない。もう背中がこういう風に丸くなれないから、起き上がれない。そういった方はね、もう腹筋諦めずに、このゆりかごやってください。やってみます。手も万歳、足も万歳。これで、こういう感じで揺れるだけです。この時にしっかり腰が丸くならないと揺れませんので、しっかり腰を丸くしてお腹を引っ込める意識です。これでゆりかごを10回いきます。1、2、3、これしっかり頭を上げてください。4、5、6、7、8、9、10、こういった感じでやっていきます。そして今度はゆりかご背筋、今度は手も足も万歳して、こういう感じで、こういう感じでいきます。10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れでした。めちゃめちゃ簡単ですよね。でもこれをね、毎日継続して、たったの10回ずつなので20秒を毎日ね、やってもらえたら、まあ、全然変わってきます。まあ、お腹を引っ込めるっていう話なんですけども、お腹が脂肪が取れるわけではなくてですね、お腹を引っ込める力がつけば、まあ、実質ね、ウエストは引き締まりますんで、腹筋じゃ脂肪取れないよって分かってる方もね、これを毎日やってもらうだけで全然変わってきます。まあ、あとはね、プランクとかもプラスしてやってもらえてもいいんですけども、まあ、全然ね、いきなりたくさんの量をね、習慣にはできないんで、まずこのたったの20秒、各10回ずつ、腹筋背筋のゆりかごをやってもらえたらと思います。ただ説明欄にね、ブログとか、あとはね、いろんなリンクも貼ってますんで、よかったら遊びに行ってください。今日はお腹を引っ込める方法、姿勢を良くする方法、ということで簡単のたった20秒のゆりかご腹筋背筋でした。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメントとグッドボタン、よろしくお願いします。